僕何年生？3年生か。いやいいね、おじさんなんかねもう40だよ。ああもう体がねこれ動かないの、もう羨ましいよ若いって。加藤嬢さん、今日はよろしくお願いします。あ、息子さんの。はい、助監督の山田です。いや俺もねお父さんには生前だいぶお世話になったからね。すいません、この度は急なことで。いや、その謝るのことじゃないよ、はい、あ、代わりにやってるの。そうですね、代わりといっても、まあ、父の残した台本に沿ってやるだけなんで。いや、はい、それでも十分ね、立派なことだよ。すごいよ。いやでもさ、はい、まあ、お父さんね絶対天国から見守ってくれてるから。うん、だからもうこの作品さ、もういいものにしようよね。もうみんなで、もうみんなでいいもの作っていこう。うん、やろう。はい、では早速なんですけど、うん、今回第5話ということで、健太くんの励ましシーンからいきたいと思います。まず健太くんの、おじさん僕も学校行きたくないというセリフの後に、近所のおじさん役の二郎さんの、アドリブで励ましていただくとなっておりますので。ここはもうこれ俺がもうアドリブでやっちゃっていいということ。はい、もう父のたっての希望で、ここはぜひ二郎さんのアドリブでということなんで。はい、いや嬉しいよ、ありがとう、はい、うん、いや俺頑張るからさ。はい、うん、よし、もう行こっか。あ、もう大丈夫です。行ける。うん、行こう。じゃ、お願いします。うん、お願いします。本番よーい、スタート。おじさん僕も学校行きたくない。行こうよ行こうよ学校。行かないの行かないの。じゃあおじさん代わりに行っちゃう。おじさん代わりに行っちゃう。おじさんが授業受けて、授業受けて、授業受けて、給食食べて怒られちゃう。怒られちゃったじゃん、怒られちゃったじゃん。怒られたくないよおじさんね。怒られたくないからさ、勇気出して学校行こう。カット。はい、オッケー。うん、全然違います。ああ全然違う。はい、ああ、アドリブを、うん、あ、いや、やったけどね、アドリブで、この、だから俺のこの自由な感じでやっちゃっていいっていうことでしょ、これ。あー、違います。あの、こう、鍵括弧アドリブってなってるんですよ。セリフです。ん？アドリブって、言うシーンです。アドリブって言うシーン、言ってください。どういうこと？お願いします。ちょっと、どういうこと？え、なに？本番よーい、スタート。おじさん僕も学校行きたくない。アドリブカット。はい、いただきました。いただきました。いただきましたのわけないじゃんこれ。はい、いや僕ね今この子にアドリブって言ったんだよ。はい、この子にアドリブって言ったんだ。はい、いや見てる人びっくりした、アドリブって言ったって。これ見てる人アドリブって言ったってなるから。はい、父も天国で喜んでると思います。喜んでないよ。いや違う違う違うって言ってる。違う違う、こんなの変だよって。次ですね、え、じゃあの別のフレーズいただいていいですかね。別のフレーズ、あ、別で俺がアドリブやるっていうこと、はい、ここで何か、うん、あの、じゃあ裏声のアドリブ。裏声のアドリブ、裏声のアドリブ、裏声のアドリブって何だ。何だ、ちょっと何を言ってるの。いや君、本番よーい、スタート。おじさん僕も学校行きたくない。アドリブまた。はい、すごくいいです。すごくいいわけないだろ。すごくいいわけないだろ今の、はい、アドリブって言ってんだもん。はい、アドリブって何がいいんだろう。いいですね。何がいいんだよ。はい、次、あの低音のアドリブ。低音のアドリブ。はい、なんだ低音のアドリブ。落ち着けよ。言った後に健太君も次のセリフも言ってみましょう。何を言ってんだお前。最後だ。お願いします。え、本番よーい、スタート。おじさん僕も学校行きたくない。アドリブ。おじさん僕学校行ってみる。カット。はい、いいね、学校行ったぞ。すごくいいね、学校行ったぞ。アドリブって言って学校行ったぞ。すごいいいです。ダメだろ、なんなんじゃこれ、おかしいだろ。え、あの口パクでいいです。口パク、口パクで、何の口パクなんだ。今までのアドリブのミックスで、ミックスを、え、もう全部こちらでやりますんで。なんなんだそれ、口パクでお願いします。口パクやなきゃいけないよ。よーい、スタート。おじさん僕も学校行きたくない。アドリブ。カット。おい、いいです。なんだ今の。いいです。一人の体から3つのアドリブが出るぞ。はい、3つのアドリブが、どうやってんのこれが。アドリブってこれ。そうです。なんだそうですって。はい、なんだ、どうなってんのこれ。エコーのアドリブ、エコーのアドリブ、エコーのアドリブ。なんだエコーのアドリブ。エコーのアドリブで、え、ケンタ君のアドリブって言っちゃおう。なんでケンタ君のアドリブって言うの。はい、なんで俺が。おーい、スタート。アドリブ、アドリブ。